2009年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2009から2010年シーズンの NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会で国際スケート連盟主催2009-2010年シーズン ISU グランプリシリーズの第4戦であるシニアクラスの男女シングルペアアイスダンス競技が2009年11月5日から11月8日にかけて日本 長野市の長野市は傘と多目的スポーツアリーナで行われた。2009-2010ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は2009年世界フィギュアスケート選手権の成績2008から2009年シーズンベストスコアランキング2008から2009年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体である日本スケート連盟に対しては今大会の各種目定員のうち最大2人の出場枠が用意された。村上大輔、武田奈也が選出され、ペア。 アイスダンスの出場枠閣には返上された。招待選手のキミー・マイズナー、オクサナ・ドムニナ・マキシム・シャバリン組が出場を辞退し、オクサナ・ゴゼは、ホーキン・テイ組が追加招待された。また開催国選出の武田・奈也が出場を辞退し、代わって、石川翔子が選出された。ありがとうございます。